次に浜村進君委員長。公明党の浜村進でございます。4人の口述人の皆様、さまざま貴重なご意見を頂戴いたしまして、ありがとうございました。まず、小林先生からは、経済財政運営についてということで、フューチャーデザインの話も引かれながら、非常に興味深いお話を聞けたなと思っております。まさにこののフューーチャーデザインの考え方 あの社会保障を議論するにあたって、この考え方を取り入れていかなければならないんじゃないかという実感をしたところでございます。そしてその次に、の大見さんからは、私が農水の政務官時代にも、農水省に連合さんのさまざまな施策、ご要請について、 お越しいただいたわけでございますけれども、多岐にわたる論点で、今日お話をいただきました。まあ、その中で一つ、軽減税率の話もございましたけれども、支出額についてえおっしゃっていることは、私もよく理解をいたします。でその上で申し上げるならば、よく我々も言うのが支出における割合だというような話もいたします。ただ、これ、大事なことは、これ自体の反省点、 まあ制度の欠陥、あるいは制度としてパーフェクトなものはないんだろうと思っておりますけれども、今、社会の要請からして、どのような選択肢があるのかということで、選んだということは重大なことであると思っております。給付付き税額控除についても、確かに分配機能としては優れている観点があるわけでございまして。ただ 残念ながら直ちに実装することができないという欠点もございました。まあ、これが解決できればですね、まあ、あの十分にいい選択肢になりうるんじゃないかと、個人的には考えております。で小黒先生には財政・社会保障についてさまざまいただいた上で、さらには、まあ一人親の件についてもお触れいただいたわけでございますし、八代先生には、 働き方改革、トラック運転手の方の賃金引き下げの件、これ、社会慣行だということで、最高裁の判決が出たと、これ、なかなか社会慣行というのは、あ,ある社会の在り方というのは、一朝一夕には変えられないですし、それを乱暴に変えていくというのは、あまりまあ望ましいことではないと思っておりますけれども、 今そうも言ってられない状況もあるんじゃないかというのは、一方で思うところもございます。まあ、その上で、ちょっとさまざまお伺いしていきたいと思っておりますが、まず大黒先生にお伺いをしたいと思います。まあ、小林先生からもございましたが、財政への信任を維持していくことということは、非常に重要だと私も思っております。まあ、その一方でですね、公共投資をしっかりと行っていくことも重要だと。 思っておるんですが、まあ、社会保障の伸びを抑制しながら、あ公共投資を行っていかなければいけないと思っているんですけれども、まあ、そうなりますと、まあ、どの程度のまあ公債等残高を維持していきながら、あーまあその上でまあ上限はどの程度まで目安にして、残高を伸ばしていっていいものかしらというところがなかなか、 あ私も確証を持って言えないなというふうに思っております、財政の観点からどのようにお考えになるか、あ小黒先生にお伺いしたいと思います小黒公述人、お願いいたしますご質問ありがとうございます。あのまあ、これ、正直申し上げまして、えー、公債等残高、GDP 比が今、大体200%ぐらいになっておりますが、 これがじゃあ何、何ぐらいまでになるったときに、本当にその財政が危機的に状況になるのかということについては、多分誰も明言はできないという状況であると思います。しかしながら、あ,ある程度、目安みたいなものはまあ,あるんではないかなというふうに思ってございますま。例えば、公債等残高、GDP 比がですね400%とか、あるいは500%と、 いう水準にまでこうなっていくということになると、やはりこれはあの相当もう難しいだろうと、昔、ラインハート・ロゴフがですね、ああ日本語の要衝名ですと、国家を破綻するっていうあのやつでえ出してましたけども、その中に出てるあのいろんなデータとかを見ましても、やっぱりその過剰債務が GDP 比でやっぱり300%ぐらいになると、 まあ、サンプル数は少ないんですけれども、やはりその3分の1ぐらいは、えー、後々見ると、えーまあ、危機的な状態になると、要するに債務のいろんな再編をしなければいけないという状況になるというようなあの表も載ってございます。ですので、えー、そういう意味では、まあ、やっぱりまあ言っても300%ぐらいか、それぐらいかというのは、まあな、なんとなく目安としてはあるのかなと。 ではその場合、日本の財政で1つ指標で取った場合です、ね、財政赤字の GDP 比みたいなものがございますけれども、これをどれぐらいの水準まで引き下げればいいのかということも重要だと思います。でその場合、最近、直近で出しました内閣府の中長期資産がございますが、これの比較的現実的なベースラインケースで見た場合、 2029年度の財政赤字の GDP 比は、国日方を合わせて、大体2.6%ぐらいの赤字になるというような水準になってございます。でえーとまあ、ちょっとここでは資料をお持ちしていないんですけれども、あのいわゆるドーマー命題と呼ばれるものがございまして、まあ、平均的に今後、GDP の名目成長率はこれぐらいでいくと、他方で財政赤字の GDP 比がこれぐらいでいくとした場合に、 えー、名目成長率でその財政赤字の分、GDP 比を割り込むと、まあ、長期的にですね、えー、債務残高、GDP がどれぐらいにいくかというような計算ができる、まあ、簡易試算がございます。で、今、あの名目 GDP はまあどれぐらいの水準かと申しますと、えー、1995年度から現在直近までの平均を取りますと、実は0.4%ちょっとぐらいしかない、い、まあ、っても0.5%ぐらいだと。 ただ今、いろいろ政権でえ苦労される中でも、やはり名目性長率徐々に上がってきているということもありますので、仮にえー1%ぐらいだとしますと、2.6%なんかじ1%で割りますと、260%と、仮に0.5%だと、要はもうえー400%を超えるとえー、0.5%で2.6割ると。 まあ大体520%ぐらいになっちゃいますので、でそういう意味では、一つは成長率を少し上げながら、やはりその財政赤字の GDP 比を最低でも2%レンジぐらいまで赤字幅を縮小していくというような努力をしていただくということがまあ重要ではないかなというふうに思っております委員長浜村進君。 大変参考になりました。ありがとうございます。あの、社会保障の伸びを抑制するために、ま、ちょっと踏み込んだ議論ということで、ご発言があった基礎年金の公費負担の話もございました。まあ、これ、あの、先ほど山口先生の時にもお話があったんで、え、ちょっとこれは、あの、ま、様々議論していかなければいけないなと私も思っております。そして、え、あともう一つですね、あの、 まあ、過処分、えー、所得が、ああすみません、えー、10日あ過処分所得ですね、えー、このひとり親と未婚の子のみ世帯では一貫して低下していると、でこれ、まあ、低下し続けてきているところに、ちゃんと今回の。 ひとり親に対しての控除を広げたということ自体は、非常に重要なことだと思っておりますが、まずそもそもこの低下してきた点における原因というものが、何かしら小黒先生の方で分析なり、こういう傾向があるんじゃないかとございますれば、ご教示いただければと思いますが、いかがでございましょうか。 述人お願いいたしま,すまああの一言で言しまげたデータを見ますと、あの全世帯平均での等価得分、可処分所得はですね、あの上昇期してきているということはございます。他方でやはりあの今、いろんな意味で労働環境も変わってきているという中で、やはりその非正規雇用、特に働きながらまあ子どもを育てるということは相当大変でございますので、 まあなかなか所得が上がらないと、でまあ、この2つの要因で、これ、あくまでもその平均的な全,全体のですね0日所,所分所得に対して、母子家庭の、えー、中での平均的な10日所得分所得あ、母子家庭でごめんなさい、一人親の未婚、ね、これがまあどうなってきたのかということで、ここがあんまり上がらない中で全体が上がってきているという中で、まあ、低下してきているということでございます。天村進君 ありがとうございます、えー、もう一点、ちょっとこれはあの、大見さんにお伺いしたいと思います。確かにあの教育無償化、まだまだ不十分な点はあるというふうに思っております。で、あのまあ、中間層を含めて恩恵があるようにということでございますけれども、まあ、一歩前進したという評価していただいている部分もございますけれども、私、まだまだこれは進めなければいけないと思っております。今回えーまああの 一応ですね、え国で水準を作って、 まあ中間層の方々になかなか行き渡っていないということはございますけれどもこれまでも各地方自治体において取り組みがあったわけでございますでそういう地方自治体ならではの取り組みというのはある一定の基礎自治体等を含めての財政の支出があったわけでございますけれどもこうしたものが今回国が制度導入することによって 浮いいてくるわけでございますこれを活用してさらにまあ対象となる所得水準を引き上げていこうというような取り組みを自治体の方でやっているということも実際問題としてあると思っております。私はあのこうしたまあ格差解消といいますか地方にも分配していくという観点でいうと非常にいい傾向だと思っておりますがまあ 地域に応じてこのような取り組みをやっている点について、どのような評価をされておられるのか、ご意見を伺いたいと思いま大見公実委お願いいたします、はい。質問ありがとうございますあの、えっと。基本的に教育というのは普遍的なものであって、どこに住んでいてもです、ねあの、権利はあの同じものを受けられるというのがベースだと思います。でもちろんその地方自治体がそれぞれぞの あの財源の中であの暮らしやすい環境づくりのために、いろんな部分に予算を使うという中に、教育についての負担軽減というのも選択肢としてはあると思います。えー、しかし、それがあ,のあまりにこう差がつきすぎますと、住んでる地域でこんなにも違うのかというのがありますので、そこのまあ程度問題であるというのと同時に、のの魅力を、 その地域で住むことの魅力をいかに発信するかという、まあそこの兼ね合いで判断すべき問題だと思います。<上>浜村進君。ありがとうございます。おっしゃる通り、国で、えー、しっかりと、まあどこの地域に住んでいるからと言って、えー、差があってはいけないというご指摘は非常に重要なご指摘だと思っております。 引き続き、しっかり取り組んでまいりたいと思いますが、最後にあの小林先生に一つだけ、まあ、財政の信任を維持するために重要なこと、まあ、PB 赤字に上限を設定とか、あ,あるいはコン,コンティンジェンシープランを作成するといった具体的なお話もいただいております。えー、私、非常に重要だと思っておりますけれども、おまあ、一方で、市中の投資にはですね、 えまあその実行力に限りがあると思います、まあ、人が必要であったりとか様々、さまざま設備であったりとか、投入量については限界があるわけでございますんで、えー、自然とキャップははまってくるんじゃないかというふうに思っております、まあ、そういう観点からすれば、あのー、まあ無尽蔵に赤字になるというようなことはないんじゃないかと私は思っておりますが、先生のご意見を伺えればと思います小林公実にお願いいたします。 ありがとうございます、えー、おっしゃるとおりでありまして、あのプライマリーバランスは今、減少、赤字が減少傾向になっていて。 そういう意味では改善の兆しがあるわけですので、えーまあ無、無制限にどんどん赤字が増えていくということは、これからも考えにくいのかなと、ただ、まあ、あ何らかの経済危機のようなことが、またリーマン・ショックのようなことが起こったときには、大幅に下がる可能性もありますので、それに備えてなるべくであれば、赤字をお今よりもさらに縮める、あるいはあの約束通り、えー、プライムレバランスの黒字化を達成するということが、 大事なあの目指すべき目標ではないかなというふうに考えております。どうもありがとうございます。浜村進君ありがとうございます。あの本当に何かあった場合危機に対応するためにはコンティンジェンシープランに即して、えー、歳出を削減していくということを非常に資産のあるお話であったなと思っております。あのやし先生本当はお聞きしたかったこともあったんですが時間でございますので今日はこれで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。 次に。